カジミ・エラス・オカは、リトアニアの政治家。リトアニア独立回復宣言書に署名したメンバーの一人。1969年、ビリアンポレ中等学校を卒業。1976年、ビルニュース大学歴史学部を卒業。1969年より1971年までソビエト軍にて兵役。1988年6月より、 改革運動サユディスの幹部として活躍。1989年から1991年までサユディスの初期を務めた。1988年、リトアニア労働者連合を設立し、1991年1月12日まで議長を務めた。1989年4月、リトアニア社会民主党の再決闘に関わり、幹部を務めた。2000年には、 リトアニア緑の運動のメンバーとなり、2001年、リトアニア国民民主党、党員、2001年から2002年まで国民民主党党首を務めた。2004年から2008年まで、リトアニア人民族主義連合の幹部を務めた。2008年より、祖国同盟に所属。2011年、孫外らと共に、祖国同盟を離党し、民族主義連合を決闘。 同連合副党首を務めた。1992年から1996年まで、そして2008年から2012年まで、国会議員を務めた。2016年7月16日、死去。2010年5月、彼は同性愛者のデモ行進に反対する声明を発表。同月9日に行われた、第二次世界大戦戦勝記念退役軍人パレードにも反対した。 2011年3月11日のリトアニア独立、回復記念日には、ネオナチ的なデモ行進に参加した。ありがとうございます。